高田馬場にある本格中華料理屋の春雲イラクザンへ。店内は中国語が飛び交い、お客さんも中国人がほとんどのようだ。大好きな蜂の巣、中華料理屋に行くといつも注文する。結構辛かったが、最初のビールの一杯目と相性抜群だ。メインの冷たいスープの串料理が到着。一串58円というのが嬉しい。スープの辛さは店員さんのアドバイスを受けて小辛にした。小辛にして正解だった。小辛でも結構辛い。どれも辛さとマッチして美味しい。どんどん串が進む。いっぱい冷たいスープに浸してから食べる。熱々の状態で提供される。レシートでは土鍋油揚げ源芝九段となっていた。名前はあまり良くない名前だな。大きなハンバーグのような肉の塊。見た目の通りかなり辛い。冷たいスープにインスタント麺と和牛ミルフィーユというお肉を投入。インスタント麺を辛いスープと食べると美味しい。辛ラーメンのようだ。ごまだれとアルが食べるとかなり甘い麺。デザート感覚。